どうも、ムケプロッサーです。このチャンネルは私、平成元年生まれ無業がロレックス駅店で GMT マッサを購入する奇跡を話すチャンネルでございます。チャンネル登録、いいねの方よろしくお願いします。一皮むけます。金目持ってるけどね、というところでございます。本日につきましては、カチオークのね、カシオークのリーク情報、こちらの方ね、話していきたいなというふうに思っております。まあ、アップル製品のね、リーク情報とか結構あるじゃないですか。例えばツイッターでね、ジョン・プロッサーさんとかね、結構有名なリーカーの方がいると思うんですけども、私本日ね、どうもムケプロッサーですというところで、リーク情報話していきたいなと思います。まあ、出てみないと分かんないんですけども、まあ私が今もらってるところで情報を上げていきたいなと思います。気負わず、どうせ嘘だろうぐらいな感じで聞いてもらった方が、まあどちらかといいのかもしれませんね。このチャンネルではですね、GMTSS マラソン中の私がですね、皆さんの情報をもとにね、マラソンして GMTSS バッドガールを買うというね、目標を達成するチャンネルでございます。その他にもね、時計の有料情報をどんどんシェアしていくチャンネルでございますので、時計好きの方集まってチャンネル登録、お金かからないっていう話でございますので、よろしくお願いします。はい、本題に入ります。リーク情報来ました。もうカシオ大好きの視聴者さん。はい。リーク情報来ましたよというところでございます。お名前は、隠させていただきます。はい。リーク情報、その1。来月15日前後に新作カシオーク出るかもしれないよ、という話ですね。どうなのかな。まあ、これもね、本当に何回も言いますが、信じるか信じないかあなた次第でございますが、来月15日前後、その辺でもしかすると新作カシオークが出るかもしれないという情報が垂れ込んできました。画像があったそうです。それね、見ちゃったらしいんですけれども、まあ、白黒ツートーンね。白黒ツートーンと、なんかね、針がカラフルなね、カシオークが、あったというとこですね。白黒ツートーン。おー、なるほどなるほど。で、針がカラフル。で、その、針がね、反転してるっていうモデルが、まあ、その新作として、出てるっていうのが、なんか出そうだっていうリーク情報がありました。で、次、ここ。ここです、ここ。で、もう一つね、結構、まあ、かっこいいのがあったらしいんですけども、それがね、あるゴルフプレイヤーさんとのコラボ。コラボメタルカシオークですよ。メタル系の素材を使ったカシオークね。今大人気ですよね。あれ私まだ買えてませんから。ほぼその発売の前に予約したやつまだ来てませんからね。そんぐらい人気なんですけれども、あれのゴルフプレイヤー、あるゴルフプレイヤーさんのコラボモデルが、出る可能性があるということを今聞いております。でね、文字盤がゴルフボールがうっすら浮かび上がると。へぇー。で、ね、これの感想として、かっこいいと。かっこいい。すごいですね。この前カシオークのホテイさんモデル、あれあったじゃないですか。あれの動画も上げてるんですけれども、まあ、G-SHOCK ね、結構こういう形でコラボするっていうことがちょっと多いと思いますね。最近いいですね。面白いですね。こういう情報が今ね、ちょっと入っておりますよ。はい。いやー、ね、面白いですね。まあ、これが、まあ、嘘か本当かわからないですが、まあ、こういう形で、ありますね。まあ、ちょっとね、ワクワクするっていう形でもし、覚えといて、あー、本当、そういうのあるんだっていうのがあったら、まあ、今後ね、面白いんじゃないかなというふうに思います。まあ、こんな、あれなんですけど、私本当に、だからさっきも言ったんですが、前予約したカシオークのメタルのね、やつまだ来てませんからね。皆さんどうですか？もう注文されたやつって手元届きましたかね？私まだ届いてなくて。もう何の音沙汰もない状態です。やっぱそれほど人気なんでしょうね。で、こういう状態でまあすぐ新作という形でこうやってどんどん出てくるわけでございますが、果たして私がね、狙ってるね、カシオークメタルのね、やつ、いつ来るのかなっていうところにはなるんですが、はい、ちょっとそれね、今ちょっと懸念してるところでございます。まあでもね、楽しいですね、こういうふうに、いろんな情報がまあ入ってきて、まあ嘘か本当か、これがね、どうなるかわかんないんですが、結構信憑性は高いというところでもらってますので、まあぜひ、もう
G-SHOCKファンの方はね、ちょっとね、楽しみにされてはどうかなっていうところでございます。はい、まあね、こんな感じで、基本的にはこうロレックスのね、GMT 青黒ベゼルね、青黒ベゼルのね、バッドガール探してるチャンネルではございますが、やっぱね、最近本当もう時計の沼にずっぽりハマってますので、はい、こんな感じで時計情報もどんどんいろんな時計情報を上げていきたいなと思います。はい、もし皆様ね、なんか面白い情報があったらね、どしどし私の方に送ってもらえれば、すぐ動画にしますのでね、よろしくお願いします。そんな感じで本当にね、信じるか信じないかはあなた次第っていうところの動画でありましたが、今後もいろいろ上げていきますので、ぜひチャンネル登録、評価の方していただければ嬉しいなというふうに思います。はい、そんな感じです。今日は以上です。 MKMK OK ではまた。